3人のライダーの方々揃われました。改めまして大きな拍手どうぞ。いやー、やはり土本さん、昨日もそうなんですけど、いただいたことですごく勉強になりましたね。一番印象に残ってるのは、予選の前の夜に、ね、ミッションを変えるって言って、当時 500cc のバイクだとね、カセットミッションってすぐ変えれたんですけど、エンジンを下ろさなきゃいけないんで、もうメカニックがね、早く決断してくれ、早く決断してくれって、ね、レディが悩みに悩んでね、僕はそのままじゃあなしで行こうって言うのかなと思ったら、変えてくれって言って、多分ね、メカニックって悔しくしてたような思いがありました、ね。で、その後8時間。そうね、それでまあ、早く走りましたからね、やっぱりそう、さすがだなと思いましたね。宮崎さんは、90年当時は追いかける立場で、さあ、今、ノーソンバーマシンが駆け抜けていきました。まあ、僕はね、もう憧れの存在でしたから、そうでしたか。やっぱり8時間耐久レースに GP ライダーがね、何人もこう来てくれる時代でしたから、もうとにかくそれだけでもちょっと幸せ感じながら知らせてもらいました。どうなんですか、助けてやると絶対に前に走ったと、そういうなんか意気込みみたいなの相当当時はあったんじゃないかなと思うんですが、まあ、一人でいるときはそう思いますけどね、実際目の前にするとね、神様みたいな感じですね。いや、本当にそのローソン選手が平選手と組んで、優勝したこともありまして、その時は相当な盛り上がりになったと思うんですけど、やっぱりその同じ表彰台に上がったテック11からヤマハオリゼットS750。